優しい 3DSMAX 初めての建築 CG1 回目はカメラを配置するやり方です図面の左下の赤いイラストがカメラの、えー、方向なんですけども南西から建物を見たいそういうアングルを作ってみたいと思います ではカメラを置いていきたいと思います。新規レイヤーでカメラと入れてください。で、私はトップビューでいつもカメラを配置しています。最大化にして、で、カメラは作成パネルの1、2、3、4番目真ん中辺にありますね。これをクリックして、で、今回はフィジカルカメラにしてみたいと思います。で、それを選択してください。 では、トップビューを少し縮小してください。カメラを南西の方から左クリックで1点でぐーっと押しながら離してください。そこがターゲットになります。視点とターゲットですね。もう少し詳しくは図で説明したいと思います。カメラの場所を視点と言ってまして、これを、えー、アイレベルで今回はしたいので、1500ミリメートルとかですね。 私が150ちょっとのちびっこなんで、私だったら、えっと、つま先立ちとか、背伸びしたりですね。その視線の先が今回は建物なので、ここがターゲットになります。ではカメラの視点をアイレベルの高さにしたいと思います。フロントビューにして、ショートカット Z で、ビューの最大化になります。 するとカメラが出てきますので、カメラを選択したいと思います。選択して移動にしたいので、ショットカットダブルです。高さを 1500mm と入れたいと思います。Z のところですね。これでカメラはアイレベルの高さになりました。 今度は右クリックをしてカメラターゲットを選択を押してください。ターゲットが下の方を向いてますので建物の真ん中あたりに移動したいと思います。この時スナップが効いてない方がいいのでショートカット S でオフにしてください。今置いたカメラがどんな風に見えるのか気になりますね。カメラを選択して 見たいビューのところで、えー、ショートカット C を押します。ショートカット忘れてしまいましたら、ここにカメラというのがありますので、出てきます。今回のビデオはここまでの説明になります。v l a フィジカルカメラだったり、標準カメラも同じ置き方になりますので、アイレベルでぜひ置いてみてください。 優しい 3DS Max 初めての建築 CG をご覧いただき、ありがとうございました。